リサです。ベースの美穂です。ドラムのリュウです。ドラムのハルナです。そうですね、リサが入ったことによってバンドが一つによりまとまって同じ方向に今進めていることがすごくリサが来てくれたおかげだと思ってます。ガールズバンドの曲を今まであまり聴いたことがなかったどのようなことをやるのか最初は不安だったんですけれども、やっていくうちにすごい女の子なのにすごいかっこいい、ヘビーな音楽をやっていてすごい曲をすごいなと思いました。最初はすごく心配でだったんですけど、ライブを実際やってみてお客さんがすごい盛り上がってくれて、とても楽しかったです。フォロワーさんもいっぱい増えました。ライファーです。すごいハードロックのような曲で、普段のデストローズの曲と違って、ハードロックな感じがすごい好きです。リサ加入後の新譜ニューアルバムをミニアルバムになるんですけど9月末頃にリリース予定です。また2回アメリカでライブオンデストローズやってるんですけれども、また新たにリサを加えて海外公演もまたどんどんやっていきたいと思っているのでぜひその時にはどうぞよろしくお願いします。 Yeah.